久しぶりに私の本体が登場だよ。どうも視聴者さん、やつぎりやつめです。この姿でみんなの前に登場するのは1年ぶりかな。いつもは画面下のアイコンだけだったからね。たまには VTuber らしい姿を見せておかないと。え、私 VTuber ですよ。本当に VTuber ですよ。ということで今日は江戸川沿いに生えている鬼ぐるみの葉に寄生している生き物を紹介するよ。鬼ぐるみっていうのはくるみの一種で、日本各地の川沿いに分布しているよ。今背景に映ってるこれな。ここからはいつものノリでハイパーマクロ撮影の視点に戻るよ。今見ているのは鬼ぐるみの葉の裏側な。ぬ、この全身にトゲが生えている虫はアブラムシの一種、鬼ぐるみトゲアブラムシだよ。名前からわかる通り鬼ぐるみに特異的に寄生するよ。あんまりアブラムシっぽい姿じゃないね。個体数も控えめで、他のアブラムシみたいにワシャワシャになることはめったにないよ。ダニと違って1ミリ以上はあるから肉眼でも簡単に見つかるよ。探そう。ぬ、これはこの小さいアブラムシは鬼ぐるみトゲアブラムシの幼虫な。アブラムシは不完全変態の昆虫だから、幼虫の頃から成虫と似た姿をしているよ。トゲの長さを見れば成虫と区別できるね。それにしても全然動かないね。ちなみにこのトゲは人間の皮膚を貫通するほど硬くはないけど、防御力は高そうだね。深度合成で見てみよう。背中の長いトゲだけじゃなく、小さいトゲが体の周辺に並んでいるね。今度は腹側を深度合成で見てみよう。さすがに腹側にはトゲが生えていないね。次はダニを見てみよう。これはフシダニの一種で、 0.2 ミリにも満たない超小型のダニだよ。鬼ぐるみに寄生するフシダニは1種類ではないから、種まで同定はできないね。フシダニも深度合成で見てみよう。頭部側に2対4本の足が並んでいるのがわかるね。他のダニと比べてかなり特徴的な形態をしているよ。さてこのフシダニ、もう少し観察してみよう。ぬ、ぬぬぬ、この透明なダニはツメナシコハリダニ科の一種だよ。足が6本しかないから幼虫だね。危険を察知したのかフシダニが逃げ始めたね。このツメナシコハリダニ、捕食性の子が多いよ。というわけで狩りが始まったよ。ツメナシコハリダニの幼虫がフシダニを襲撃する映像の資料が見当たらないから、多分貴重な映像だと思う。体長 0.2 ミリ未満のハンティング、じっくり見てみようね。横から襲いかかったツメナシコハリダニがフシダニの体に胸郭を突き刺してるね。これで体液を吸うよ。この時点を境にフシダニは完全に無抵抗になるよ。フシダニは捕食者と戦う手段を持っていないからね。実際にはこの様子が延々と12分ぐらい続くんだけど、途中は飛ばすね。フシダニの体液を吸うにつれてツメナシコハリダニの体は徐々に巨大化していくから、今の代償関係をしっかり覚えておいてね。これが10分後な。ツメナシコハリダニの方が大きくなったね。フシダニは完全にしぼんでいるけど、体液を吸われただけだから体の面影は残っているよ。この状態から復活することがあるのかはちょっとわからないね。話が脱線するけど、フシダニは肉眼では見えない上に、条件が揃えば爆発的に増殖して植物にダメージを与えるから、農業や園芸に関わる人には害虫として知られているよ。それに対してコハリダニ科やツメナシコハリダニ科のダニはフシダニを捕食することから生物農薬として応用できないかという研究が小規模ながら行われているよ。とはいえ今のところ生物農薬として活躍しているのはツメナシコハリダニよりもさらに活発で頑丈なカブリダニ科のダニたちだよ。今カブリダニ科の情報もまとめてるから近々紹介するね。それとツメナシコハリダニ科はまだ世界的に未記載のダニが多くて、今見ているこの種レベルまではわからないよ。あと古い文献ではツメナシコハリダニ科という分類はなくて、コハリダニ科に含まれていたよ。こういうダニの分類の話もいつかまとめて解説しようかな。さていろいろと説明しているうちに、そろそろこのハンティングも終盤に差し掛かったね。まだ残っている体液を吸える場所がないかどうか、フシダニのいろんな部位にザクザクと口を突き刺して吸収を試みているのがわかるかな。いやもう残ってなさそう。これで終わりだね。フシダニは一方的に食べられるだけだったけど、彼らはその個体数で弱さをカバーしているよ。多い時には1枚の葉から数百匹ものフシダニが出てくるからね。それに対してツメナシコハリダニは1枚の葉に10匹ぐらいしか見かけないから、少しぐらい捕食されてもフシダニ全体にとっては大したダメージではないよ。あと今回は幼虫だったけど、
成虫の爪なしコハリガニも近いうちに撮影してみるよ。成虫になると肉眼でも見えるぐらいの大きさになるから、みんなも探そう。最後に今までと同じ鬼ぐるみの葉から見つかった別種のフシガニも見てみようね。普通のハイパーマクロ撮影の視点で見ても少し違いが分かりにくいかな。背中の形がより芋虫っぽく分かれているよ。これだけだとやっぱり特徴が伝わりにくいから、また深度合成で見てみよう。この背中のゴツゴツした構造は同定する際に重要な形質な。このフシガニはおそらくフシガニかテゴノツ属の一種だよ。電子顕微鏡を使わなくてもここまで観察できるようになったのは自分でもびっくりしてるよ。最後の1枚、真横からの写真を見ながらお別れとするよ。多分フシガニはこの構図が一番かっこいいと思う。ご視聴ありがとうございました。